日大に進学します。1年生がした方がいいことを教えてほしいです。プログラミングを考えています。無能です。えっと、もしそのちゃんとスキルなりを得たいと思うのであれば、あの一生懸命授業を受けてきちんとした成績を取ってみてください。あのえっとあまりこうなんか今ちょっとあのアルコール僕酔ってるのねあの。 オブラートに積んだ言い方ができないんですけどあの残念ながら日大に行ってる時点でそんなに頭良くないと思うんですよ。でその頭が良くないっていうのは勉強のコツが分からないってことなんですよね。要はその大学の受験の勉強ってその本当に頭がいいかとかは別にしてそのコツが分かってテストの点数を取るっていうのができる人がいい偏差値も大学に行けたりするんですけど残念ながらその勉強のコツが分かってないと思うんですよ。なのであの日大 レベルという言い方は悪いんですけど時代レベルに入っちゃったって話だと思うんですけどなのでその勉強するコツだったり習慣だったりとかあとその教授とか先生に好かれるだったりっていうその,あの勉強する人たちってこういう風にやってるんだみたいなのを学ぶ機会があった方がもうちょっとその,あの社会に,に,にうまくなじめる気がするので。 なので、あの、勉強をちゃんとして、あの、いい成績を取るとか、単位を取るっていう方向で頑張ってみてください。あの、フル単ンを取るのだと、第二外国語とかも、あの、要は、第二外国語って、あの取らなくても授業料一切変わらないんですけど、なぜか、ただで第二外国語で取れたりするんですよ、大学って。なので、あの、とりあえず、あのただで第二外国語を学べるので、そういうところにお金を、あの,その、授業を受けるみたいなのやって、単位を取ってみてください。